名古屋六都から1916年8月7日は、明治期の官僚、教育者、旧越後長岡藩氏族、実家は同藩の家老を連綿する家の一つ、牧野頼母の書士。三百藩家新人名辞典に読んでは、名古屋六屋、長岡城下において出生。後に、牧野頼母が江戸家老に就任して、上府となったので家を挙げて、江戸に移る。 1854年再び長岡に帰り、漢学塾に学ぶ。母親戦争が起こると、王府諸藩と通じて漢軍に孔子銃を持って戦う。1868年の白岡口で、名古屋守守の志師で故障であった、名古屋光太氏が戦死したため、1869年に名古屋守守の養子師となる。富士の禅蔵の助けで、慶応義塾へ入塾。 原資料である長岡藩政資料集によると、母親戦争後には、名古屋六とは、法六七票の部屋積みで藩に出資、養父の英守るは、華麗百五十国であり、この時点では、養父がまだ隠居や死亡していなかったことが明らかであり、少なくともこれ以降に家督を継ぐ。1873年大阪の慶応義塾文校に赴むく。1876年、文部省。 森有りに平せられて、東京帝国大学会計課長となり、同年転じて文部省に入る。六都の子の梅三郎に子がなく、明治以後の家制度の下の子主継承者が名古屋市になかったために結果、旧長岡藩市名古屋市は梅三郎の代で、むつぐ断絶。名古屋市は、関営所家系図伝では、明治なしとも書き、今川市や、甲斐、武田市に仕えた末に、 江戸幕府旗元になった名古屋市が改正した一族が岩佐市であるが、この文系である岩佐矢後左衛門は越後長岡藩が預かりになっているが、その老いが軍学に明るかったこともあって越後長岡藩に仕官したのが始まり。名古屋六都の名古屋家に関する記述は長岡藩の原資料と三百半藩家新人名辞典四都で初代と三代目を混同している。 三代目の当主以降から養殖に就任するようになったとも言えるが、この家の極寒食職は中老閣舞踊である。なお、明治泣けは先日の通り六との子、梅三郎を最後に、明治以降に、六つぐ断絶。詳細は、越後長岡藩の家臣団名古屋市参照。慶応義塾出身名流列で見た商業、研究改編、実業の世界者、1909年6月。 459から460ページ。300半可新人名辞典第4巻。可新人名辞典編参委員会編。新人物往来者。1988年7月。ISBN4 から404015313。大部間中間。橋本博史編。名著刊公開。1965年5月10日。ありがとうございます。